LG エレクトロニクス LG G シリーズ LG G フレックス LG G フレックスとは、韓国の LG エレクトロニクスによって開発された第3世代移動通信システムと第4世代移動通信システム対応の端末である。G フレックスは G2 の後続モデルとなる。2013年10月27日に発表され、11月に韓国で発売した。その後に、 欧州やアジアで発売された。米国内でのリリースにも向けて、2013年11月に連邦通信委員会による承認を通過した。2014年1月には、米国で開催されたコンシューマーエレクトロニクスショーでも発表され、その後に、米国内の大手キャリア数社を通じて販売された。g レックスの外装は、ポリカーボネートというプラスチックでできており、 本体裏面の材質はわずかな傷であれば自己修復するコーティングが施されている。電源キーとボリュームキーは背面のカメラ下に装備し通知用 LED ライトもここにある。また外見では画面標側に対して内側には曲されている特徴がある。LG によればこれは携帯電話で通話を行う際により自然なスタイルになることを意図して設計したことを示した。 耐久性の面では、テストで端末本体に 40kg の圧力を100回にわたって与え続けても耐えることができたため、この Y 極形状でもある程度の耐圧性能を有する。G-Flex のハードウェアスペックは、スナップドラゴン 802.26GHz4 コアのチップセットと 2GB のメモリ、32GB のストレージ、LTE モジュールを搭載している。 ディスプレイは6インチ128720ピクセルのフレキシブル有機 l にゴリラガラスを装備。または一極仕様に最適化された専用バッテリーは容量が3 5 0 0 m a h る。G-Flex では画面上に2つのアプリケーションを表示及び動作させるマルチタスクモードと呼ばれる機能を追加した。カメラは顔追跡機能があり、 アプリケーション側で顔が検出された時に優先的にフォーカスを合わせるようになっている。Android のバージョンは4.2に j e リー y Bean ーを搭載しており、2014年3月に Android 4.4にキットカットへのアップデートが提供開始された。このバージョンではノックコードというセキュリティ機能が追加された。 LG G-Flex appears on the FCC with AT&T friendly LTE h a t l g G-Flex and stop with vertically curved rock, inch 720p screen, self-flip p i n g back cover, h a t l g G-Flex coming to AT&T, sprint, and T, mobile this winter, h a t l g G-Flex review, h a t l g G-Flex review, a promising form, But not one you should buy right now.HAT LG G-FLEX DROP TEST DOWS FLEXIBLE MEAN UNBREACABLE LG G-FLEX REVIEW.HAT LG G-FLEX RECIBUS ANDROIDE 4.4にキットカットアップデートウィズノックコードありがとうございます。